TC 楽器は新大久保駅徒歩0分ご来店お待ちしております。さっき言ったピックアップ発電機、要は電源です。こんにちは、 TC 楽器のリペア田中です。新企画として TC ゼミ1時間目です。この企画はエレキギター、エレキベースいじってみたいなとか、なんかちょっと最近思ってる人、初心者ですかね、初心者に向けて楽器の音が出る仕組み、エレクトリックな部分ですね、そちらを解説していこうかなという企画でございます。まあ自分がリペアの人間として仕事していく上でこういう認識だったら間違ってないなという部分なんで、厳密に言うと専門家の方から言わせるとちょっと違いますみたいな感じがあるかもしれませんが、その点ご了承をいただければ平和な動画になると思います。はい、じゃあ行きましょうか。まずエレキギターどうやって音が出てるかですね。一番最初の原理の話からいきましょう。エレキギターってよく見るとですね、ピックアップというものがついてます。でそのピックアップっていうものが音を拾って電気的に音が出るようになってます。でピックアップばらしてみると、コイルと磁石、大まかに言うとこの2つで構成されてます。コイルと磁石です。コイルってまあ導線をぐるぐる巻きにしたやつですね。でコイルと磁石ですね。磁石はもう皆さんご存知、鉄にくっつくやつですよ。でこの図見て思い出す人は、中学校の理科の時間に電磁誘導っていうものをお勉強したのを思い出していただけると分かりやすいかなと思うんですけど、電磁誘導、磁石の力の中、磁界の中にコイルを入れると、磁界ってなんかこういう点線をいっぱい書いてある図、なんか昔学校に行った時見たんじゃないでしょうかね。磁界の中にコイルがあって、その磁界が変化すると電流が生まれる、はい、電磁誘導ですね。電磁誘導がピックアップから音が出る仕組みですね。なんでピックアップも磁石とコイルでできてる。で、磁界の中にあるコイル、これの磁界を変化させる。で磁界を変化させるにはどうすればいいか、これも学校で習ったと思うんですけど、磁石を動かすか、磁石にくっつくものを近づけたり遠ざけたりとかして実験をしたかなと思いますが、その2つが大体電磁誘導で電流を発生させる方法なので、エレキギターの場合は弦が張られてると思うんですけど、弦は磁石にくっつく素材でできているので、弦を弾くことでピックアップの近くで磁石にくっつく弦が動くことで磁界が変化して電流が生まれると、これがピックアップの仕組みですというわけです。なのでピックアップ、よいしょ、ピックアップは何かというと、ピックアップは発電機のようなものです。これから電気が生まれます。これ意外と大事、この考え方、この考え方で実は調整もできたりするんで、ピックアップが発電機、これを覚えておいてください。でじゃあどうやってつないだら音が出るか、これが一番気になるところですね。じゃあ発電機、電気を起こすもの、これまた今度ね、学校の授業を思い出してみると、小学校の時乾電池2つつないで豆電球が光りましたっていうやつをやったと思うんですよ。なんでの時こんな感じでね、電池つないで豆電球が光りますよ、プラスから線出してマイナスに戻ってきましょうね、こうじゃないと光らないですよってやったと思うんですよ。実はピックアップから音出す方法、これとそんなに変わんないです。さっき言ったピックアップ発電機、要は電源です、電池です。なのでピックアップで、ピックアップで何をしたいか、音を出したい、電池は光らせたい、豆電球を。なので音出すのはアンプですよ。アンプにも、アンプにこのシールドケーブル挿すと思うんですけど、この先っぽのプラグのとこ、これね、よく見るとね、先っぽと根元の方、この2箇所あるんですよ。でその間に絶縁体入ってるんで、電気的には繋がってなくて、要は中身のケーブル2本、線が入ってるんですね。なんでアンプにこれをブスって挿すと、そしたら2本の線が出ている、ビーで、ピックアップもさっき言った電池なんで、プラスとマイナス2つの線が出てますねって。プラスとマイナス。まあ、実はこれでおしまいなんですよ。すんごい単純に言うと。なんで、これが、いわゆるピックアップ一発、ボリュームなしの配線、すごく簡略化するとこうなります。ただね、ボリュームなかったら、ちょっとライブハウスで PA さんに多分、
怒られると思うんで、ボリュームが必要だと思います。だしボリュームがつけたら今度トーンもつけたいな、いやピックアップ何個か増やしてスイッチそれもつけたいなと思うはずです。なので第2回目からはボリューム、トーン、あとスイッチかな、3ウェイとか5ウェイとかいっぱいあると思うんですけど、その辺を2時間目以降そういう細かいところ説明していきたいと思いますので、今日のところはこれが一番大事。クワップは発電機であると、これだけで覚えていてください。そしたら第2回目はすごく分かりやすいと思いますので、発電機一周ぐるっと回す、輪っかにしないと光らない、輪っかにしないと音が出ないっていうのが一番のポイントじゃないかなと思います。というわけで1時間目ここまでとしたいと思います。参考になれば幸いです。ありがとうございました。石垣では安心の5年保証、いつでも何度でもメンテナンスをお持ちください。